まあ、うちの YouTube チャンネルの戦略でもあったんやけど、うん、あの、若い子と話すときのネタになんねん。あの、その、YouTube やっとるって言うとさ、食いつき合い、食いつき合いって言ったらあれやけど、で、大体そっから、あの、どの YouTuber 見とるとかって話をするわけさ、若い、今の若い子ってどの辺り見とるとかって聞いたりとかすると、やっぱし、今でもその20代前半とかの若い子はあったのは、聞くとやっぱ、まあ、地域からもあるかもしれないけど、東海オンエア見てる人は圧倒的に多い。うん。もう混んでるね。そうね。まあ、やっぱ金曜日ですね。そうなんだよね。金曜日だからね。でもさすがに平日に行ってまたっていうやるにはちょっと遠いしな、うん、この前一回夜勤終わり早く終わったもんで一回ここまで来てみたけどな、うん、ここまでがギリやな。さすがに夜勤終わってから岡崎まで走ってってなるとさすがにしんどすぎるな、うん、うどん屋さんでもレアとんのかな。あ、どうなんだろう。なんかこの間外した気がしたけど、あれまだあったのかな。あ、まだあるかもしれない。どうなるの、なんか長島だったか、やとみだったかにあるアメリカのお店とも間違える。なんか似てるな、あるじゃん。あね、でも確かなんか、テレビで取り上げられたんだっけ。あ、そうなんや。なんか芸能人が街歩きする系の番組。あー、はいはいはい。なんか数年前に、ね、取り上げられた。こっちの方も。え、普段家系ラーメン食べる？食べない。食べんよな。家系ってね、自分あんまり好きじゃないと思ってて。はいはいはい。町田商店とかね。ああ、はい。できた時だけど、ね、うん。まあリピートしたいとは思わなかったかな。ああ。うちもそうだよな。ラーメン自体を食う機会が減っとる。手が減っとる。間違いなく減っとるんやけど。家系ラーメンは本当に、どこだっけ、一時屋、うん、は美味しいなと思うけど、うん、それこそ前の職場の時はね、ちょいちょい行ったりしとったけど、今は本当にめっきりあっちまで行かなくなったもんな、うん、家系でパッて食べるっていうと、一時屋ぐらいやな。家系ラーメンって、ベースの味って何味あれ？豚骨醤油やろ？だよね、うん、あんま豚骨醤油は食べないんだよね。ああ、はい、はい、私が好きなのはやっぱ煮干しとか、魚介系。ああ、魚介豚骨、はい、スカキ屋みたいな、はい、はい、あれがやっぱ自分の中のなんか醤油系が入ると自分あんまり食べないから。醤油系うちは食うな食うか、好きなところで言うと、うちは喜多方ラーメン好きなんよ。あれは好き、うちも好き。喜多方ラーメンが好き で、あとはもう豚骨ラーメンで言うと、うち結構、あそこ行くな、いなべの、名前の忘れた。結構山の方にある。そう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 。一回、うちも行ったけど。
あ、一緒に行ったっけ？行ってます。あ、いた。うん、あそこ。あそこが言うてやっぱうまい。まああのあそこもうまいんやけど、あの波平、あまりにも混む。ねえ、うちも行ったことないんだよ。場所もよく知らないし、実は。あ、そっか。松本街道沿いの話だけど。うん、松本街道沿い、小保町。今はね、もともと昔モスバーガーがあったあたり。あなたに。記憶だったの、ユーイングっていう。うん。わかんないかな、はい、テレビゲーム屋さん。はい。思い出すかな、ユーイング。はいはいはい。あったね。あ、あれがあったあたりだっていう認識なんだけど。そこあの辺りやったっけ、うん、あの辺りかじゃなかったかな。そっか、おもちゃ屋さんってあったよね。あったね、うん、今そういうおもちゃ屋さんってほんとない、人気だったよね。ないね。昔はミニ四駆大会っていったらそういうおもちゃ屋さんでやるとかな、うん、あったりしたもんやけど、うん、トイザラスでも苦境ってね、大変っていうのが、通販がこんなに普及しちゃうかな。あれ、吉野家閉まっとるよ、この人。あ、本当だ。あ、11時で閉まんの。早っ。そうなんだ、こんなね、幹線道路沿いで目指すよね。あの亀山みたいなど田舎ならと思った。そうそうそう、あれやられた。この前朝市で食べようと思ったら空いてなくて、亀山駅の駅前で気がついてももう他にどこも行きようがないやん。そうなんだよね。あれは参ったわ。で、席のドライブインたらどうにかなるかなと思ったら、席のドライブイン、あのミニストップすら営業してないやん。あ、そうなんだ。うん、24時間営業じゃない、あそこのミニストップ、うん、結局はあそこや。亀山のインターの近くにあるトラックステーション。そう、トラックステーション。あそこしかないね。あるいはのハイウェイオアシスのスキヤとかは24時間やってるの。ああ、そうだね、うん、あっち周りもう回る時間なかったもんで、はい、うん、これ順調に来とるね。山立さん。山立さん、うん、西岡崎駅から北にちょっと行ったところ。西岡か、うん、はあ、そっちの方か、うん、この鶏そばはめちゃくちゃ美味しかった。へえ。公園前も有名やな。そうそう、あれ角田公園の近くやったっけ。うん、何の公園前だったか忘れたけど。そうや、角田公園の方やったよな、確か、ね、あの駅の近くだったと思う、あの、うん、JR の、あれ、JR の駅の近くか。近かったかな。あ、そっちか。あ、ごめんごめん。全然なんか勘違いしとったかもしれんや。うん、いやー、つか俺も公園前行ったことないよ。噂では聞くしね。うん、そうだね。やっぱ JR 岡崎の西口からちょっと行ったところ。桂、ん？桂4丁目。柱か。柱4丁目。フェルナのあるのかな。ああ、あっちか。なんか岡崎の西、西部はね、割と行ってるんだよね。ああ、まあ確かに。うちらは行きやすいしね、西部の方が、うん。距離的にもな。その頃、安城でちょっと働いてたから。あ、そうだね。安城やったら、まあ西部の方やったら、むしろ下手に市街地に行くよりも。いや、山立の、うん、このこってり鶏そばっていうのが、まあいわゆる天下一品のこってりみたいな感じの、おお、はい、やつで美味しかった。へえ、本当におすすめできる。
うん、珍しいね、こってり系で、ね、そんだけ言うの。どっちかというとあっさりしたの好きや、もう今もキラッと笑いになったけど。あ、うん、でもうちは定一のこってり好きだし、大岩亭好きだよ。大岩亭か、大岩亭も一回行ってみたいよな。行ったことない、うちも3、4回行ってるわ。あ、マジで、うんうん、特徴特徴。ああ。あれはね、年に1回ぐらい食べたい。おお、いいね、今度行こう。うん、大岩亭でも、新作がね、うん、できたらしくて、あの特徴を超える、こってり、どの系ができたらしいよ。そうなんだ。じゃあ、ここ2年くらい、最近かな。あ、もうほんと最近、YouTube で発表しとって、新作、うん、スープができましたって言って。1年半ぐらい前に行ってるからね。うん。うん、いや、ほんと半年以内ぐらいの話やわ。うん。うん、まあ、特上でも1100いくらしたけどね。うんうん、まあね、うん、まあでも、うん、行く価値はあるよやっぱ、うん、行くたびにやっぱ連携立てたくなるじゃん。大岩亭の店主さんすごいのは YouTube 全部米編しとるでな。あ、そうなんだ。うん、ちゃんと見てるんだね。すごい、うん、うちみたいなチャンネルやったらさ、うん、米編全然楽やけどさ、ね、めったに500円米とか、うん、あんだけね、日中あってわーっと米と入るところでやるのはすごいなー。